滋賀県は今日新たに87人の感染が確認されたと発表しました。東日本大震災の発生から今日で12年です。滋賀県でも震災で犠牲になった人々の慰霊法要が執り行われました。大津市の三井寺です。三井寺では東日本大震災の後から毎年慰霊法要が行われています。地震が発生した午後2時46分、僧侶たちがお経を読み、犠牲者への祈りが捧げられました。また参列したおよそ30人は犠牲者の冥福を願いながら手を合わせました。明日開催される琵琶湖マラソンを前に、その前身の大会である琵琶湖毎日マラソンの記念モニュメントが作られ、今日お披露目となりました。記念モニュメントはこれまで琵琶湖毎日マラソンのスタートゴール地点である王子山総合運動公園陸上競技場に設置されました。今日行われた除幕式には大津市の佐藤健二市長のほか、多くの来賓と琵琶湖毎日マラソン最後の大会、2021年の第76回大会で日本新記録で優勝した鈴木健吾選手が出席しました。お願いします。披露された記念モニュメントは、西安造形大学の馬場晋作准教授がデザイン・制作したもので、これまでに滋賀県で開催された全57回の大会数にちなみ、57枚の大型ステンレスに、その当時のコースをかたどったデザインとなっています。またそれぞれに参加したランナーの数も刻まれるなど、琵琶湖毎日マラソンの歴史が表現されています。除幕式に出席した鈴木選手は琵琶湖毎日マラソンについて、悔しいこともあり、その翌年には日本記録を出して、嬉しいことも経験して、自分の中で記憶に残るマラソンがこの琵琶湖でできたなというふうに思います。来年も再来年も続くような大会になるようにこう盛り上げてほしいなというふうに思いますし、私も明日スタート地点で盛り上げたいと思います。琵琶湖毎日マラソンのレガシーを受け継いだ琵琶湖マラソンは、明日午前8時20分に王子山陸上競技場をスタートします。